ゾンド4号は1968年にソビエト連邦によって打ち上げられた無人の宇宙船。ガツ有人飛行に使用する宇宙船の試験飛行で地球から30万キロメートルの距離まで飛行し帰還したが着陸予定地点から大きく外れたため自爆した。当時ソ連はアメリカのアポロ計画に対抗して L1 計画と L3 計画を進めていた。 このうち L1 計画の中核となる宇宙船がソユーズ7、KL1 だった。7KL1 は他の形式のソユーズと共通した設計を持ち宇宙飛行士が乗り込む機関船と太陽電池パネルやロケットエンジンを搭載した機械船との2つのモジュールから構成されていた。飛行を終えて地球に帰還する際には機関船と機械船が切り離され機関船のみが 宇宙飛行士を乗せて地上に着陸した。他のソユーズと異なり、軌道船は装備しなかった。ゾンド4号は試験飛行だったため宇宙飛行士は登場していなかった。1968年3月2日、ゾンド4号はバイコヌール宇宙基地からプロトンロケットによって地球周回軌道に打ち上げられた。続いて、ロケットの第四弾が噴射し、超大円軌道に乗った。 宇宙船は地球から30万キロメートルの距離に達した後、重力に引かれて地球に帰還した。しかし大気圏突入前に行われるはずだった。帰還船と機械船の分離が不調に終わった。宇宙船は大気圏で水切り飛行を行いながら減速する予定だったが、突入角度がずれたため失敗し、高速で西アフリカ上空の大気圏に突入した。 機関船は突入の衝撃を耐えたが、ソ連の手では回収不能な地域に向かったため、ギニア湾上空を降下中に地上からの指令により爆破された。ありがとうございます。